やあね。ほらよ、また来てくれよな。この世界に住まうすべての民がわしのかけがえのない宝じゃ。何を買おうかしら。いや、まずはカジノで倍にして。聞いてないでガス。民が宝と知ったらひっくり返るでゲス。よろしくね。
こんな時、取るべき作戦はただ一つね。みんな、ガンガン行こうぜ。よっ、来たか。行くね。よし、やってやろうじゃないの。
奴ら、畳みかけてきたな。ここを乗り切れば勝てるぜ。私にかなうやつなんかいないわよね。わしらはここで待つとしよう。この部屋に入れるのは光の一族だけのようじゃ。待ちかねたぞ、光の子よ。ここがそなたの墓場となろう。要はあなたを倒せばいいのよね。絶対に勝ち取ってみせるわ。大切な人を取り戻すための力を。
ちょっときついかも。この程度か。そなたの全力は。まだだ。まだ足りぬ。我に示せ。さらなる強き意志を。望むところよ。打ち勝ってみせるわ。この試練に。雷電。その力と覚悟、確かに見届けた。認めよう。そなたが一族の力を受け継ぐべきものであると。それは、真なる光の力。どのような深き闇も、明るく照らし消し去ることができよう。真なる光の力、これで助けられるのね、彼を。ここが試練の間、光の一族の聖域か。なるほど。
強き光の術で守られているようだ。だが、ほら、この通り。光の者の肉体を利用すれば、侵入はたやすいということだ。その声、ヘルムード、ひどい。彼を闇に染めた目的はこれだったのね。全ては我が計画のうち、貴様が一族の力を継承してしまっていたのはわずかながら誤算であったが、それも貴様をこの場で始末し、光の腕輪を手に入れさえすれば同じこと。我が計画に何ら狂いはないのだ。そういうわけだ。貴様には消えてもらうとしよう。大事なものに打たれる絶望を味わいながら、果てるがいい。しかないの。今こそ授かりし力を使うとき、その一撃に光をまとわせ、闇にとらわれし光の子を解き放つのだ。助けてみせるわ、絶対。ねえ、私よ。彼とこんな形で戦う日が来るなんて。
世界樹の調和の祭壇で私を助けようとして闇に囚われたのよ。ごめんね、私のためにこんなこと。そうか、思い出したぞ。ぼんやりとだが闇に囚われていた間のことも。ありがとな、助けてくれて。ううん、お礼を言わなきゃいけないのは私の方なの。戻ってきてくれてありがとう。まったく、お前らしくないセリフだな。ほら、みんなも待ってるんだろ、早く行ってやれ。うん、そうね。でもその前に一つだけ確認しておかなきゃいけないことがあるの。あの、ここに光の腕輪はないの？光の女神様から海底神殿にあるって聞いてきたんだけど。知らぬな。我は試練を与えし者。光の腕輪の所在は我の関するところではない。光の者よ、そなたは一族の力を見事己のものとした。行くがよ、そなたの求めしことをなすために。うん、二人一緒に出てきましたよ。ということはつまり、おそらく一族の力を手に入れたんだろう。そしてあいつも元に戻ったということだな。うん、よし。よかったですね。よかった。突然この子が現れて扉の中に入っていっちゃったから心配してたのよ。これでようやく。おーい、みんな。ラガス、って、あれ、試練は終わったんでゲスか。ヤンガス、あんたどこ行ってたのよ。まさか昔の血が騒いで宝探しでもしてたんじゃないでしょうね。光の腕輪とかいうお宝があるって言うんで、つい。試練の間に光の腕輪はなかったわ。見つけたの？まさか。そんなことより、ほら、隠れてないで顔を出すでゲスよ。ホミロン、ホミロンだな。おお、突然姿が見えなくなったゆえ心配しておったのじゃぞ。一体どこへ行っておった？僕、逃げ出したんだよ。パパから聞いてたことや大事にしてた冠が本物だって信じられなくなったから、怖くて。そしたらいつの間にかここにいたんだ。ここはパパとの思い出の場所だから。隅っこで寂しそうにうずくまっているところを見つけたんでガス。でも一人ぼっちじゃやっぱり寂しくて。僕みんなと一緒にいたい。弱虫でも役立たずでも一緒に戦いたい。だからもう一度仲間にしてくれる？ちょっといなくなったくらいで俺はお前を仲間じゃないと思ったりしないぞ。それにお前は小さい時からの友達だし、つまりそのもっと言うとだな。そう、まあこんな時まで長いんだから。おいでホミロン、一緒に行きましょう。これからのずーっと。